こんにちは、野球ファンの皆さん。今日は東京ヤクルトスワローズの2025シーズンについて徹底的に分析していきます。かつての黄金期を経て低迷期に入ったヤクルト、果たして2025年再び輝きを取り戻すことができるのでしょうか。チームの課題と展望、そして期待の若手たちについて詳しく見ていきましょう。まずはヤクルトスワローズの現状を振り返ってみましょう。2021年、村上宗隆選手の大活躍やサイスニッド投手の安定した投球などにより11年ぶりのリーグ優勝を果たしたヤクルト。しかしその後は2年連続で B クラスに低迷し、2024シーズンも苦戦を強いられています。チームが抱える主な課題は以下の5つです。先発投手陣の不安定さ、リリーフ陣の過酷な起用、怪我人の多さ、いわゆる野戦病院状態、山田哲人選手の後継者不在、守護神の不在、これらの問題は互いに関連し合っており、チーム全体のパフォーマンスに大きな影響を与えています。例えば先発投手陣が安定しないことでリリーフ陣への負担が増大、それが怪我人の増加につながり、さらにチーム力が落ちるという悪循環に陥っているのです。またかつてトリプルスリーを3度達成した山田哲人選手の後継者が育っていないこと、そして守護神が定まらないこともチームの弱点となっています。それではこれらの課題について一つずつ詳しく見ていきましょう。現在のヤクルトの先発陣は安定感に欠けると言わざるを得ません。2024シーズンクオリティスタート、先発投手が6回以上を投げ3失点以内に抑えるの達成率が 60% を超える投手が一人もいないのです。ドラフト1位で指名してきた投手たちも残念ながら期待通りの活躍ができていません。2015年の原樹里投手、2019年の奥川京伸投手、そして2022年の吉村貢志郎投手、いずれも素質は十分にありますが、怪我や不調に悩まされ、エースとして定着するまでには至っていません。では、どうすれば先発陣を強化できるでしょうか。まず、若手投手の育成強化が挙げられます。奥川投手や吉村投手など、素質のある若手がいます。彼らの育成に徹底的に注力すべきでしょう。具体的には、投球フォームの改善やメンタル面の強化、さらには球種の増加などが考えられます。秋季キャンプでの特訓が彼らの成長の鍵を握るかもしれません。次に、外部からの補強も検討すべきです。FA やトレードによる補強が考えられます。特に200イニング近く投げられる耐久力のある投手や、若手の良きお手本となれるベテラン投手の獲得が望ましいでしょう。また、メジャーリーグや KBO リーグなど、海外からの実力者の獲得も視野に入れるべきです。最後に、投手コーチの見直しも必要かもしれません。育成方針の再検討や、最新のデータ分析を活用した指導法の導入、各投手の特性に合わせたきめ細かい指導が求められます。場合によっては、新たな投手コーチの招聘も検討する価値があるでしょう。次に、リリーフ陣の問題です。象徴的なのが清水昇投手の起用状況です。清水投手は2020年から2023年まで4年連続で50試合以上登板、2021年に至っては72試合に登板しました。これは明らかに過酷な起用と言えるでしょう。この問題の根本には先発投手陣の不振があります。先発が長いイニングを投げられないため、必然的にリリーフ陣の負担が増えてしまうのです。対策としては、まず先発投手の質の向上が挙げられます。これは、先ほど述べた先発陣強化策と連動します。先発が7回、8回と投げられるようになれば、おのずとリリーフの負担は軽減されます。次に、リリーフ陣のローテーション管理の徹底が重要です。登板間隔の適切な管理が必要です。また若手投手を積極的に起用し、経験を積ませることで起用の幅を広げることができるでしょう。さらに中継ぎ投手の補強も検討すべきです。ドラフトでの中継ぎ向き投手の指名や他球団からの獲得を考えるべきでしょう。特にセットアッパーとして活躍できる選手の獲得が望まれます。ヤクルトは主力選手の度重なる離脱に悩まされています。
塩見修平選手、山田哲人選手、中村悠平選手など、チームの中心選手が怪我で長期離脱することが多いのです。さらに、若手の内山武島選手も、新人王を獲得した翌年に長期離脱を経験しました。この野戦病院状態を改善するには、まずトレーニング方法の見直しが必要です。最新のスポーツ科学に基づいたトレーニングの導入が求められます。特に個々の選手の身体的特徴に合わせたオーダーメイドのコンディショニングプログラムの実施が有効でしょう。次にメディカルスタッフの強化も重要です。専門家の増員や最新の医療機器の導入を検討すべきです。予防医学の観点から選手の体調管理を徹底することが大切です。さらに選手の自己管理教育も欠かせません。オフシーズンのトレーニング指導や栄養管理の徹底など選手自身の意識改革も必要です。怪我をしにくい身体づくりの重要性を選手一人一人が理解することが大切です。山田哲人選手の存在はヤクルトにとって大きな意味を持ちます。しかしここ数年は体力の低下が顕著で以前ほどの活躍ができていません。問題はその山田選手の後継となるべき選手が育っていないことです。対策としては外部からの補強も検討に値します。ドラフトでの二塁手候補の指名や他球団からの若手有望株の獲得なども考えられます。さらに山田選手のノウハウ継承も重要です。山田選手自身による若手の直接指導の機会を設けるのも良いでしょう。山田選手の強みを分析し、チーム内で共有することで、次世代の選手の育成に活かせるはずです。2024シーズン、開幕時の守護神だった田口和人投手が不調に陥り、その後もチームとして守護神を固定できていません。これにより、ブルペンの選手たちも心理的に不安定な状態に置かれています。対策としては、まず現有戦力からの抜擢が考えられます。小沢投手やロドリゲス投手など可能性を秘めた選手がいます。彼らを専属クローザーとして育成することを検討すべきです。次に外部からの補強も視野に入れるべきでしょう。 FA 市場やトレードで経験豊富な抑え投手の獲得を目指すのも一案です。また海外からの実績あるクローザーの獲得も検討に値します。さらに心理面のサポート強化も重要です。守護神には特に強いメンタルが求められます。メンタルトレーニングの導入やプレッシャー下でのパフォーマンス向上プログラムの実施が効果的でしょう。山下光投手、2021年ドラフト1位の左腕です。しかしプロ入り後は怪我に悩まされ、1軍登板はルーキーイヤーの2試合のみ。ファームでも防御率6点台と苦戦しています。左投手としての可能性は残るものの、成長が見られないのが現状です。西村塁と内野手、高卒2年目の若手内野手です。しかし、ファームでの成績が伸び悩んでいます。高校時代は投手兼外野手でしたが、プロでは内野手に転向。その難しさが露呈している形です。竹山ひなた投手、高卒3年目の右腕投手です。一軍登板は1試合1イニングのみで、ファームでも安定感に欠けています。ただ最近ファームで制球力が向上しているという報告もあり、今後の成長に期待がかかります。橋本誠也投手、大卒2年目の左腕投手です。しかし2年連続で一軍出場機会がありません。ファームでは好成績を残しているにもかかわらず、一軍昇格に結びついていないのが気がかりです。浜田大輝外野手、高卒6年目のベテラン外野手です。1軍と2軍を行き来していますが、打撃、守備ともにインパクトに欠けるのが現状です。2021年の開幕戦で藤浪晋太郎投手からホームランを放つなど、光る才能は見せていますが、それを安定した成績に結びつけられていません。北村匠海内野手、現役ドラフトで獲得した内野手です。守備固めとしての起用が多いものの、打撃力の不足が目立ちます。また守備でもほころびが見られることがあり、総合的に見て厳しい評価となっています。これらの選手たちは残念ながら2025シーズンのチーム再建に向けて新たな戦力と入れ替わる可能性が高いと言えるでしょう。
ただし若手選手については育成の余地があるため、完全な戦力外ではなく育成契約への変更なども検討される可能性があります。チーム再建のためには時に厳しい決断が必要になります。しかしこれらの選手たちの中から思わぬ成長を遂げる選手が現れる可能性も忘れてはいけません。続いて2025シーズンの外国人枠4名の使用方針について考えてみましょう。まず野手枠についてはすでに方針が決まっています。主軸打者として活躍しているオスナ選手とサンタナ選手の2名がすでに2025年の契約を更新しています。この2名の存在は打線の中核として非常に重要です。問題は残り2枠をどのように使うかです。現在のヤクルトの課題を考えると、まず1枠は先発投手の獲得に充てるべきでしょう。安定したイニングを稼げる選手の獲得が急務です。200イニング近く投げられる耐久力のある投手や若手の良きお手本となれるベテラン投手が理想的です。もう1枠は抑え投手の獲得に使うことを提案します。守護神不在の問題を解決するため、実績のあるクローザーの獲得を検討すべきです。現在のヤクルトの外国人投手陣を見ると、ヤフーレ投手の活躍が光っています。彼を先発として残留させる可能性もありますが、チームの弱点を補強するためにはより安定した先発投手を獲得することも検討すべきでしょう。抑え投手についてはロドリゲス投手の起用を検討しつつ、より実績のある選手の獲得も視野に入れるべきです。外国人選手の獲得と起用はチーム戦力を大きく左右する重要な要素です。慎重に検討を重ね、最適な人選を行うことが求められます。ここでヤクルトスワローズの来季編成に関するファンの反応を見てみましょう。 SNS やファンフォーラム、球場での声などを総合すると様々な意見が聞こえてきます。まず若手選手の台頭を期待する声が多く聞かれます。あるファンは、内山選手の復活は楽しみ、怪我さえなければチームの主軸になれる逸材だと思う、とコメントしています。一方でベテラン選手の起用法については意見が分かれています。山田選手はまだまだチームの顔、無理のない範囲で出場機会を与えるべきという意見がある一方で、若手の育成を優先すべき時期、山田選手には違う形での貢献を期待したいという声もあります。外国人選手の補強については多くのファンが期待を寄せています。安定した先発投手を獲得してほしい、それが今のチームに一番必要という意見が多く見られました。またクローザーの獲得も重要、終盤の試合を落とさない投手が必要という声も聞かれます。チーム全体の方向性については、再建には時間がかかるかもしれないが、若手中心のチーム作りを進めてほしいという長期的な視点を持つファンが多い印象です。一方で A クラス入りは最低限の目標、そのための補強は惜しまないでほしいという即時的な結果を求める声もあります。これらのファンの声はチーム運営にとって貴重な指針となるでしょう。ファンの期待に応えつつ、チームの長期的な発展を目指すバランスの取れた編成が求められています。ここまで東京ヤクルトスワローズの2025シーズンに向けた展望について様々な角度から分析してきました。2025シーズンのヤクルトスワローズは大きな変革の時期を迎えます。若手選手の台頭、データ分析の活用、コーチング改革、そしてファンサービスの強化など多方面からのアプローチが必要不可欠です。特に内山壮真や長岡秀樹といった若手の活躍がチームの躍進の鍵を握るでしょう。同時に山田哲人などのベテラン選手の経験と若手の勢いをうまく融合させることが監督とコーチ陣に求められます。厳しい戦いが予想されますが、これらの改革を着実に実行することでヤクルトスワローズは必ず上位争いに加わる強豪チームに返り咲くことができるはずです。2025シーズンはその土台を築く重要な1年となるでしょう。ファンの皆さん、共に新生ヤクルトの躍進を見守り応援していきましょう。